こんにちは。今日も始まりました美人時間リミカオーガニック覚醒オーガニックセラピー協会理事長の鳥塚留美子です。月曜日から金曜日まで美人すぎる〇〇がパーソナリティとなり、皆さんの食後の穏やかで鮮やかな時間を日替わりで美人が彩ります。金曜日は私鳥塚留美子と、どうぞお付き合いください。今日も生放送でお送りします。さて、いよいよ関東地方も梅雨明けして夏本番の季節を迎えました。皆さん、夏休みの予定決まりましたか？海や山や海外旅行など想像するだけでワクワクしますよね。私はというと、今のところ全くのノープランなんですが、まあ、いつも都会の世話しない時間の中でアクセク動き回っているので、願わくば自然が感じられる場所でのんびりできたらいいなって思っています。旅先へ向かう移動の手段として列車や船、飛行機などありますが、私は俄然飛行機派。そして最近特に気になっているのが LCC ことローコストキャリア。私自身もオーストラリアに住んでいる時、当時就航が始まったばかりのジェットスターを使ったことがありますが、いろいろ注意点はあるにせよ快適な移動でした。今この LCC 就航をめぐって成田空港でその対策が進められていて、先日就航が始まったジェットスタージャパンと、まもなく始まるエアージアジャパンの2社が使用する第二旅客ターミナルでは、これまで5時だった開館時間を早めたり、また空港までの早朝の交通機関についても、東京都心と成田空港を結ぶ高速バスの運行を LCC 就航に合わせてすでに一部始まっているということで、ますます成田と羽田の熾烈な戦いが激化しそうですが、私個人の意見としては、利用者が一番に空港に臨むものって利便性だと思うんですよね。で、羽田は世界で5番目の乗降客数を誇る空港ですが、空港までのアクセス時間やその方法、飛行機の離発着時間、出入国の手続きや荷物のチェックなどなど、改善すべき点はまだ相当ありそうな気がしています。成田と羽田をはじめ空港同士が切磋琢磨して、より利用者が使いやすくて快適な空港へと進化を遂げていってほしいものですよね。今日のゲストはくず餅で有名なあの船橋屋の渡辺社長をお招きしてお話を伺っていきます。